強いようにボコられましたけれども、はい、なんかそうです、ね、コツというか、コツは何ですか。俺ね、ムナギちゃん負けちゃうと思うんだよな。え、はい、もしも、はい、強いように負けるようだったら次は俺と、ね、あ、そうですね、敗者復活戦ね。ぜひぜひぜひ、うん、いやなんで今自信満々に、大して強くない、いや強いよ雑魚だよって今言ってましたけど、いやうなぎにきさん強いけど、強いってのは多分世間の評価以上に強いでしょ。 みんな評価が低いけど、うん、はい、めっちゃ強いですよ川島君。 あのみんな舐めてる川島君のこと、はい、ミスターブレイキングダウン舐めない方がいい、はいはい、もちろんうなぎにきも強いんだけど、ミスターブレイキングダウン舐めない方がいい。じゃあそれを踏まえた上でアドバイスありますか。なんかいやもう下がったらおしまい。なるほど。もう死んでも前に行かないと、多分一歩下がった時点で、はい、負けますよね。そうですね、先に下がった方がですよね、やられると思う、はい、楽しい試合になりそうですね。まあ俺は交代はしないんで、うん、まあしないでしょ、自信あるのみなんで、うん、必ず勝てるように頑張ります、はい、じゃあ勝った方が美女から DM 来ますあ、でもよし勝つぞ。僕はハニードロップ言います。それ面白いかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ自己紹介、最後3分間の PR。 俺がうなげプロレスラーのラジェス健太郎だ。この紐を思いっきり引っ張ってもらっても、俺の胸毛の毛根は絶対に耐えることができる。ピーンと止まって抜けることは絶対にない。3、2、1、ダーッ。思いっきりやってくださいね。いっぱいじらしてからね。いいよ。3、カメラ目線で、はい、3、アップでアップで、はい、行くぞ、はい、いい顔してるよ。3、2、1、チカチですよ。チカチっすよ、これ。どうなっちゃったの、これ。もう今後どうなっちゃうの。ナイスです。ナイスです。